えー、こんにちは今回もですね、えっと、YouTube の方でちょっとアンケートを取ってみたので、それについて動画を撮影していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。えっと、アンケートを取ったのが、あ、確かこれですね。えっと、12月13日にとって EBay 輸出は難しいと思う。で、えっと、ここですね、そう思ういうことと、そうは思わないって形ですね。 で89%、まあ、約90%の方は、やっぱりあの、e b a 輸出、難しいって思ってまして、1%の人は、分あの簡単っていう回答をされてるんですけども、まあ、9割ぐらいですね、まあ、10人に9人の方は結構難しいかなっていう感じでしたね。で、まだこの一応、投票数とかコメントとかもできるので、まあ、気が向いたらあの、ポチッと押すだけですので、あのぜひやってみてください。 でそれについてですねあのマインドマップでまとめてみました ebay ist はむ簡単むずいってことなんですけどもまあここですね、まあ、9割は難しいと思ってるってことで、まあ、これなぜ難しいと思うとまあ確かにそんな簡単ではないですよね、まあ、ハードルとしてはやっぱり英語のサイトであったりとか、まあ、海外世界中のものを発送するとかあとは例えばまあ商品写真の撮り方タイトルの付け方値段の付け方とか まあ商品ページの作り方とかあとサイトの、まあ、構造っていうかサイトの使い方ですよねこういったものが結構難しいんかなハードル高いかなとは思いますねやっぱいあの日本だとメルカリとかヤフオクとか結構簡単でできるじゃないですかすんなりとまあそれに比べて、まあ、eBay 結構覚えること多いですし英語なのでそこが結構ハードル高いかなって思いますね で、まあ、原因っていうのも、まあ、難しいと思っている原因っていうのも少しまとめると、やっぱり、あの、原因っていうのは売れない原因だと思う、思いますね。そうすると、あの、一番やっぱり原因が高いのは出品数が少なすぎるっていうのが一番の原因かなと思いますね。で、まあ、例えば、毎日出品できているかとか、アカウントを停止してないかとかですね。まあ、停止っていうのはアカウントを、例えば、全くログインしなかったりとか、触ってないとか、 なんか更新してないとか出品してないとか新規の出品してないとかそういったことですね消費、まあの値段を買えないとかこういったものもやっぱり原因ですねそんなに簡単に売れないので毎日出品してもうそこで資産仕組みをどんどん積み重ねていくとかでアカウントをまあ毎日ログインしてちゃんと eBay の方でもですね、まあ、これはアクティブなアカウントだっていう形で認識させるってことも重要だと思いますね で次リサーチってことなんですけれどもやっぱ売れる商品っていうのを仕入れか、まあ、購入しないとですね、まあ、どう考えても売れること利益を取ることってできないので、まあ、完全なるリサーチ不足かなっていうのがありますね、まあ、売れる商品を仕入れするっていうことなんですけども、まあ、結構売れる商品っていってもまあ分かるわかる方っていうわはそうですね経験とか詰めば簡単にどんどん分かっていくんですけど最初って結構難しくって。 まあただあの僕の方でリサーチ動画っていうのも多分もうそうですね何十本とか何百本近く出してるような気もしますのでまあ,あのそういった動画の方を見てもらってですねまあ例えばあのリサーチ画面でまあなんか自分が漫画に興味があったら漫画っていう形でリサーチしたりとかアニメとかあの本であればブックとかですねあとドールとかフィギュアとかそんな感じで あの自分が気になる商品、得意なジャンルっていうのを選定して、キーワードっていうのを入れて、そこであのリサーチするのっていうのが大事ですね。あと僕も最初の方は毎日2、30分ぐらいやっぱりリサーチしてましたし、なんでリサーチをしたかっていうと、リサーチしてると売れる商品とか、あこの商品買ったらこれだけ儲かるんだっていう形の,なんかあの成功体験っていうのが得られる感じだったんですよ。なんか例えば、 リサーチをすればするほどあこんなに儲かるんだとかこんなに売れる商品あるんだっていう形であのすごい簡単に売れる商品たくさん見つけたんですよねなので確実になんか売れる商品分かんないとか,なんかいか e 難しいなっていう形は完全にリサーチ不足だと思うのでもう毎日2三3 0分ぐらいでいいのでいろんなキーワードを入れてもらってでどんな商品が実際にいくらで売れてるかっていうのをですね あの見てもらうことがかなり重要かなと思いますね。で次はそもそも出品ページに誤りがあるっていう形なんですけども、まあ、例えばタイトルですねタイトルにその商品のキーワードが入ってなかったりとか、まあ、例えばあの任天堂のマリオマリオのなんか人形を出そうとしたときに例えばマリ僕だったらマリオスーパーマリオブラザーズジャパンジャパニーズ任天堂 あ人形なのでフィギュア、フあとは、えー、っと、まあ、レアとか、あと、昔のものだったら、ヴィンテージとか、そういったことを入れますかね。で、送料無料だったら F、F スラッシュ S ですあの。フリーシッピング。で、もし、あの、まだタイトルの方が空きがあったら、まあ、英語でフリーシッピングで入れたりとか、あとはあの、状態とかも入れてもいいですよね。なんか、例えば、まあ、ミントとか、ニアミントとか、エクセレントとか、 まあベリーグッドとかユーズドとかですね。そういったのも入れてもいいですし、まあ、例えばマリオだと本当マリオ、スーパーマリオブラザーズとかいろんなのあると思うんですよ。まあニンテンドージャパンジャパンアニメ、ゲームとか、そういったのを、まあ、確か80文字ぐらいですね、eBay のタイトル入れますので、まあ、とにかくキーワードっていうのを入れまくってですね、タイトルの方間違ったタイトルを入れ,入れずに、 一番左にですね、重要なタイトルを持ってくることが重要ですね。マリオの人形だったら、一番左にマリオっていう言葉とか、まあ、マリオブラザーズとか、そういったものを持ってくることが重要ですね。例えば最初に、ジャパン、アニメ、ゲーム、ドール、フィギュア、マリオブラザーズっていうのは NG で、一番左に一番重要なキーワードっていうのを持ってきましょう。まあ、ハローキティだったら、左、一番左にハローキティ。だから、アニメ、えっと、 漫画、ハローキティとかじゃなくて、一番左にハローキティとか持ってくるって形ですね。あとの紹介ページっていうのは、その商品のページなんですけど、まあこれはまあ僕はあんま入れてないんですね。例えば、じゃあの、ラングエッジ、ジャパニーズとか、えー、あとはコンディション、ユーズドなんちゃらとか、あと製造日とかを入れてないんですね。製造年月とかっていうのは入れてないんですよ。めんどくさいんで。で、あとは最終的に写真を、 僕やってるのが商品ページによく入れてるのがとんだっけなこういうの最後に入れてますね あのまあ、あの特に英語なんで書くこといっぱいあったりとか結構面倒くさいんでもうどの商品でもい最後にあ,の商品写真であとは写真ですね。写真は例えば最初の一番メインの写真がなんかブレてたりとかあの暗かったりとかあとは写真の数がそもそも少なすぎるとかもダメですし。 あとはまああそうですね傷の部分傷の部分を逆に隠すことはダメですねあの傷はあの逆にあれば写真を大きく撮ってやった方がいいです後々トラブルになっちゃうのであとまあ全体が綺麗に写ってなくて一部だけ大きく写ってたりとかまあ重要な部分まあ写真は結構重要かなと思いますね、まあ、これ日光の光で撮った方がいいですね絶対に日光の光が一番綺麗に撮れますね 日光で撮影なので今だって冬なのでまあそうですね4時ぐらいまでには撮影するとかできればお昼ぐらいとかに撮るのが一番ベストですかね、まあ、この時にやっていただきたいのがもうそうですね50枚とか100枚とか一気に撮って写真をとりあえずスマホの中に撮りためるんですよスマホとか USB の中にでそれをあの夜とかですねあの暗い時に あのパソコンをパッてつけてあとは商品ページ作ってその写真はもう撮ってあるのでそれをあのどんどん出品していくっていうだけなんですがこのローテーションですね明るい時に写真を撮りまくりますね僕だったらもう最高300400枚ぐらい普通に撮った時ありますね300枚とか400枚撮ってまあ例えば残りああの商品の写真が1枚一商品10枚だとしてまあ300品撮ってもそれって100品じゃないですか いやそんんななってないんですよ。商品数で計算すると。あれ10枚だから 30, 30ピンで30ピンっすね30ピンか。だから全然撮ってないのでまあ,あの撮りためるってことが重要ですね。で日光の撮影日光の光で写真を撮って、まあ、あとおすすめとしては写真を例えば500枚とか撮りためててであのカフェとか行っちゃうんですよパソコンと USB 持って。 で、そうするとあのパソコンしかやることってないじゃないですかカフェとかってで、1人で行くんですよねカフェとかであのその USB の写真の中にたくさん500枚とか写真があるのでそれをひたすらカフェとかで出品作業をするっていう形ですねで、コーヒーとかも500円で頼めて例えば5時間ぐらいにいてで5時間いてそうですね5時間いて まあ、例えばそうです、ね、2000円の商品を、まあ、50個出せましたと。そうすると10万円ですよね。あの10万円の、まあ、eBay の資産ができますので、まあ、10万円売れる確率、売れる可能性がある商品っていうのをその自分のアカウントの中にですね、あの作ることができますのでたった5時間で2000円の商品50品で。 これがもし5,000円の商品だったらあの50品あれば25万円とかなるのであの1日資産っていうのを形成するのって、まあ、すぐは売れないんですけど10万円とか20万円ぐらいであればほんと数時間でできちゃいますので、まあ、写真をとりあえずひたすら撮って、まあ、カフェとか、まあ、図書館とかでもいいですし、まあ、ファミレスとかも今一人席があったりとか。 あとは僕たまにまあ温泉っていうかあのスパみたいなところ行ってパソコンをやったりとかもありますしあとはそうですねカフェとかぐらいかなあとはまあファーストフードとかですねまあ昔よくケンタッキーとかマックとか行ってたんですけど最近行かないんですけどまあ結構パソコンしかないっていう自分の方でその仕組環境っていうのを作って作業するのって結構大事だと思いますね あと、ま、そもそも評価が悪いみたいな、あの、ビローっていう評価があるんですけど、まあ、なんかペラル、ペナルティっていうのを受けてて、評価がもう今が一番悪いっていう時はやっぱ売れない原因になってることがあるので、まあ、こういうのはやっぱ調べてもらった方がいいですね。まあ、スタンダードとかビローとかトップセラーとかいろいろあるんですけど、ビローっていうのが一番悪いですね。で、次簡単って思うためのステップっていうのをまとめてみて、あの、毎日 e b ベイのページに入ってサイトになれるって形なんですよ。 これなんでかっていうと、英語のサイトだからもう慣れるしかないんですよね。このボタンを押すとどこに飛ぶとか。えー、っと、そういうことですよ。あの、一個一個英語の単語がわかんなければ、まあ、とりあえず翻訳しまくるとか、そんな感じで、あの、とりあえず毎日 eBay のページに入ったサイトに慣れる。これしかないですね。ボタンを押しまくるとか、あの、 ボタンを押しまくったりとか、えー、翻訳しまくるとか、そういったことが非常に大事ですね。で、あともうたくさん出品して作業を覚えるっていう形ですので、これももうほんとアウトプットアウトプットっていう形で、ほんと繰り返し作業をして、もうあの、覚えるしかないですね。これも。まあ、覚え方としてはいい例としては、例えば100均の商品とかを練習で出品して、まあ、フィードバック、売れてフィードバックを増やすとかもいいですし、家の不用品とかですね。 あのそういったものっていうのを、まあ、eBay の方で出品して不要品出品して安く売って、まあ、例えば商品ページの作り方とか発送の仕方、梱包の仕方とかあとは、まあ、届いてからの一連の流れとかですねそういったものをもうこれも覚えるためにはですねあの作業っていうのを繰り返し覚えるしかないので、まあ、さっきのここのですね、まあ、ここの難しいと思うのを まあそう思うっていう方っていうのはこういった部分でやっぱりもうまだ慣れてないっていう部分があるので難しいと思われるかなと思いますね。あとやっぱりあの利益を出して成功体験をするってことがかなり重要ですね。まあ、こういったことは例えば少しでも利益を出ればそれをただ繰り返すだけっていう形になるので、まあ、ここで成功体験をしっかりと出してあとは家出って楽しいなとかあ例えば給料以外でもお金ってこんなにもらえるんだとかですね。 寝てる時でもお金が入ってきたり遊んでてもお金が入ってきたりとか、まあ、インターネットを使えば24時間自分の代わりに、まあ、仕事っていうのをしてくれますので、まあ、ずっと休まずですね営業活動っていうのをしてくれるのでそういった形であのオンラインを使ってですねあのしっかりと作業することによって、まあ、利益を出て成功体験をとりましょうという形ですね。でこれまあまとめますと、めす まあ難しいと思う方はまずこれですね。毎日 eBay のサイトに触れる。eBay に触れるですね。で、まあ、諦めないでもコツコツ出品するしかないですね。そもそも出品数が今少なすぎるっていう可能性が非常に高いので、まあ、さっき僕が言ったように写真を撮りためて一気に出品作業をする。これが一番いいかもしれないですね。で、やっぱりもう一度本や動画を見返して勉強する。 これも重要ですね。やっぱりあの、勉強不足とか、知識がまだない部分があると思いますので、もう一度知識っていうのを見返して、あの、しっかりと知識を覚えて、それを、あの、インプットして、アウト、アウトプットをして、それを繰り返していくっていう形ですね。あと、ま、何が難しいかとか、もし質問があれば、ま、コメントとかですね。あと、ラインアットの方でも、あの、普通にメッセージとかの方も一対一で簡単にできますので、 あの、下の方に LINE アッの概要欄がありますので、そちらの方でですね、コメントとかもしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ま,あ、また、こんな感じでですね、えっと、アンケートの方をですね、あの、1000人超えるとなんかアンケート機能っていうのがついて、こんな感じで、あの、結構使えるようになって面白かったので、まあ、そうですね。まあ、次は例えば、e、Ebay 輸出で稼ぎたいと思うとか、 そんな感じのアンケートとか取っていければいいかなと。まあ、副業系のですね、アンケートとか取っていけたら楽しいんじゃないかなと思いますので。あ、あとなんかぜひこんなアンケートしてほしいとかもしあればですね、あのコメントいただければ、そういったアンケートっていうのも作って取りたいと思いますので、またメッセージよろしくお願いいたします。じゃあ、ありがとうございます。